どうも、激辛ジョニーです。今日も見直しに火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、福岡県福岡市にありますスリランカ料理屋さん、ツナパハさんに来てもらいます。はい、やってきました。はい、でこちらですね、スリランカカレーや、スパイシーな料理など本場のシェフが作る多彩なスリランカ料理が堪能できるということで、まあ、カレー以外にもですね、お酒やデザートも楽しめるということで、今回やっていくんですけども、今回ですね、こちらにちょっとなんかちょっと辛そうなメニューを発見したんで、ちょっとやっていくんですけど、ちょっとね、メニュー表をちょっと映せないということでね、これちょっと口だけの説明になりますけれども、食べログ2019年、100名店に選ばれていることだけで、ね、非常にこの味のこだわりが、強いということで、非常に美味しいと評判です。で今回ですね、このスリランカヌードルカリーとスリランカカリーのリアルレッド5倍というものに挑戦していきたいかなと思います。ヌードルカリーは、まあ、普通の、まあ、お店のおすすめの、味で、ちょっといただき、味というか辛さで食べつつ、後半ですね、このスリランカカリーのリアルレッド辛さ5倍に関してはこれ激辛仕様なんで、こちらにちょっと勝負していきたいかなと思います。それではですね、行った人の感想を見ていきましょう。福岡大名のツナパハヌードルカリー、辛いもの得意な方はマジでおすすめということで、これツイッター上がってますけれども、そうです、ここ福岡のこの大名、はい、大名に今日来てるんですけども、まあ大名ですね、去年ちょっと福岡 の焼肉とかね、激辛焼肉とか食べたところで、ね、結構ね、この大名というスポットはですね、結構激辛メニューが多いということでね、密かにこの激辛マニアの間でも有名ということでね、いやー今日も楽しみでございます。はい、ちょっとね、食べてみないと辛さが分からないところで、早速挑戦していきましょう。レッツゴー。こちらが、ヌードルカリーと、スリランカカリーリアルレッド5倍ということですごいね、こっちが お店おすすめの、美味しく食べられる辛さで、こっちが、ちょっと激辛仕様ね、リアルレッド5倍ということで、こちら見ての通りもうね、色が全然違うんですよ。こちら真っ赤っカレーございます。はい、じゃあまず、おすすめの方のこっちのヌードルカリーからいただきましょうね。はい、じゃあ行きましょう。いただきます。ヌードルカリーでこれビーフみたいなのがこう乗っかってますね、ライスの代わりに。はい、じゃあちょっとまずスープからいきましょう。いただきます。じゃあスープいただきます。ちょっとどんな味するか楽しみですね。いただきます。美味しいな、これ。ちょっとココナッツ風味な感じですね。ちょっとこのビーフに合わせていただきます。あ、美味しい、めっちゃうまい。なんかココナッツスープカリーみたいな感じですね。うん、お豆も入ってて、ビーフにこのあとチキン大きいですね。うまっ、これは美味しい。そしてどでかいじゃがいもが乗っかってます。いただきます。半分食べ終わったところで、ここでシフトチェンジ、リアルレート5倍いきましょう。お待たせしました。こっちとどれぐらい辛いかね、ちょっと試しに行ってみましょう。まずじゃあスープいきましょう。いただきます。結構パンチ効いてますね。これ辛さの源はこれ、いろいろなこうスパイスを、使いつつ、チリパウダーで、主にこの辛さを出しているところで、先ほどよりパンチ力が5倍ぐらい増してますね。これカラムーチョじゃねえ、これ、チキンが、うまい。
うん、顎外れそう、顎。うん、改めて、ね、この辛さのレベルを説明しますとね、このねヌードルカリー、はい、ヌードルカリーはこの、当店ね星3つの辛さを誇ってるんですけども、この星3つはね辛め、当店では標準の辛さですが市販の辛口カレーよりかなり辛いですということで、結構確かに、うん、ね、辛口で仕上がってますね。で、このさらにリアルレート5倍というのは星3つをさらに5倍にした辛さですからね、非常に刺激があります。お水です。うん。で、美味しい。ありがとうございます。デリシャス。美味しい。うん。リアルレート食べ終わって、ね、残すところヌードルカリー、はい、合宿だな。よし、ラスト、はい、ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。スリランカ料理屋さんのツナパハさん、ヌードルカリーと、スリランカカリーリアルレッド5倍、それぞれ発表していきましょう。辛さレベル、じゃらじゃら、辛さレベル5と7です。おめでとうございます。はい、いやじゃあまずどっちかにしましょう。まあ前はどちらにせよね、いやもうね美味しかった、うん、一言辛うまいということでね、2019年食べログ100名店に選ばれているお店だけあってね、非常に洗練されたカレーですね。普通のこのカレーとはスープカレーとかの違ってね、
うん、あの洗練された味付けでした。まずねこのヌードルカリー、初めてこのヌードルカリーというものを食べましたけれども、これビーフンを使ったこのヌードルですけど、非常にねライトな感じで、サクサク食べれますね。結構ヘルシーな感じですね。で、続いて、スリランカカリーリアルレート5倍ということでね、チリペッパーでこう辛みを出していくことだけで、ね、非常にヌードルカリーの普通の辛さレベルに比べると、このパンチがバンと聞いた口の中がピリヒリと刺激される、そんな一品かなと思います。このね暑い夏はこのツナパハのカレーで、食べて乗り切ろうということでね、今日はこの辺にしたいかなと思います。本日も最後にご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッター等々更新しますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね、バイバイ。